東京マルマルです。マリアさん、美味しいです。第61駆逐隊、テルズキ、罰病します。いよいよ、僕たちの出番だね。嘘。秋になりましたね。ちょっと小腹とか空いちゃう季節ですよね。マミヤさん恋しい。やらせません。ここは任せろ。心配するな。作戦計画概要をご説明します。降壇作戦、最終作戦海域、作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。ネス様、了解です。第二戦隊、機関山城、第一遊撃部隊、第三部隊。ふっふ、罰病です。敵艦隊発見。砲船、用意して。甘い甘い。敵艦隊ミユ、砲船用意。通してもらう。皆さん、行きましょう。さあ、始めちゃいましょう。主砲、まず何対空戦闘用意。いけ。敵艦隊ミユ、砲船用意。まず何から撃とうかしら。皆さん、行きましょう。テルズキも粘土上がってます。大丈夫。通してもらう。撃ち方、はじめ。敵艦隊発見。砲船、用意して。サミダレを集めて林って場所だっけ。ガンガン撃って。長女星長ちゃん、頑張って。私が活躍したの？敵艦隊発見。砲船、用意して。対空戦闘用意。え？私が活躍したの？敵艦隊発見。砲船、用意して。いけ。
山城、大丈夫？放線よ。いけー、敵艦隊に山城、放線よい。突破するのよ。まあ、皆さん、行きましょう。テルズキも粘土上がってます。通してもらう。大丈夫。主砲、よく狙って。主砲、副砲、撃て。甘い甘い。全訪問よーく狙って。サラマンの悪夢、テレビの粘土上がってます。通してもらう。大丈夫。打ち方始め。私の武君が一番。あら、いよいよ野戦。嫌な予感がするの。この機雷を食べろ。そう、これが本当の大鎧の力よ。鎧の力。女性長ちゃん、残念だったね。やめよ。この勝利、僕の力なんて些細なものさ。この雨と。こうだわ。いよいよ野戦。嫌な予感がするの。両弦一発じゃ。またどけー。やめてよ、痛いじゃないか。無戦隊突破します。てえ、私が活躍したの？いよいよ野戦。嫌な予感がするの。なーに、当たらなければいい。両弦いっぱい。じゃあまた。サミダレを集めて生やしって場所だっけ。これが本当の大鎧型の力よ。長女戦長ちゃん、頑張って。
嘘、テルズキが一番？本当に？いよいよ野生、嫌な予感がするの。なーに、当たらなければいい。両弦いっぱい。じゃまた時計乱れを集めて生やしって場所だっけ。手法の火力だけは自慢なの。え？防御力と速力？そんなの欲しいけど。私がお相手します。いよいよ野戦、嫌な予感がするの。この秋月やらせはしません。します。てー、邪魔だ。どけー。こんな姿じゃレイテ突入は無理ね。そう、これが本当の大淀型の力よ。サミダレを集めて生やしって場所だっけ。ガンガン撃って、超10センチ砲弾頑張って。聞かない、邪魔だ。蹴られました。でもまだ沈みません。集めて早し沈みはしません。残念だったね。ガンガン撃って、超10センチ砲ちゃん頑張って。提督、おめでとうございます。全作戦海域の攻略に成功しました。私が活躍したの？作戦成功です。本当？姉様、見ててくれた？
気づき型防空駆逐艦Suzutsukiです。皆さんをいつまでもお守りできるよう、私頑張ります。よろしくお願いいたします。姉様、第一遊撃部隊、第三部隊、二戦隊は、スリガオ海峡を突破しました！やったわ！山城、私たち、ついにスリガオを超えたのよ。あの海峡を、超えたのよ。提督、ありがとう。嘘、山城、もがみ、そして、三つ潮、朝雲、山雲も、みんな、本当に、ありがとう。よかった。提督、止まない雨は、ない、ね。ありがとう。西村艦隊、成し遂げました。艦隊が無事帰投しました。提督、ありがとう。提督、了解しました。お任せください。秋月型防空駆逐艦Suzutsuki、出撃いたします。お呼びですか？